下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、堂島を甘く見るなよキリ。お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳ガキたるてんだ。さっさとかかってこい。ああ、かかってこねえならこっちから行くぜ。キリュウ、てめえは。兄弟、手貸せ。このが始末しろ。堂島組長、怠慢張ってたんじゃねえのかクズ。堂島の若頭補佐ともあろうもんがみっともねえ恥さらしやがる。風間の器にはほど遠いな。でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。桐生一馬です。お前取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫がいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎。親父、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上親父に迷惑かけませんから。お前肩毛に手かけんのか。桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そんなこと、いや俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな兄弟。あわの俺もはっきり聞きました。桐生はもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない、そう言ってましたよねクゼの兄貴。てめえらクゼ、これ以上無様さらす気か。さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男見せてください。